回は出会いの春、ゲストと巡る栃木旅。ゲストはなんとザ・タッチ。2人の出身地下野市を案内してもらいます。今回は建築家黒川紀章が設計したザ・タッチの母校石橋中学校からスタートです。何の思い出ですかそれ。これやっぱり最後のこの坂ってちょっとあれですよね。いやいやいや、投稿の時はちょっときつかったのは、ね、確かに、ダッシュの時はきついですね。あ、もうね、遅刻しそうな時は、うん、もう坂派か階段派で分かれるんだろうな、これな。大体こっち、まあ、まあ大体坂じゃないか、大体坂、そうっすね、中学生は坂が好きなんで、坂がね、積もりがいいですね。中学生は坂が好き。懐かしいな。懐かしい。いやでも、でも30年ぐらいは前に立ったってことですか。そうですね、我々がもう我々が1年生の時にできた校舎なんで、はい、だから1期生なんですね。1期生みたいな。僕らより上は前の校舎も使ってるんですよ。なるほど、はい、僕らが最初からここ1年生から3年間ここ、はい、初めての学生。なんならなんかね、はい、なんか撮影でも使えそうなぐらい綺麗な、めちゃくちゃ綺麗ですね。壁もめちゃくちゃ綺麗だな。塗り直してるな、多分、うん、多分。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お世話になります。お願いします。さあ皆さん、はい、はい、本日案内してくださる石中のクジラ先生です。クジラ先生、クジラ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。クジラというよりともしげっぽいけどな。似ますね。モグライダー、確かに芸人で言うとな、クジラよりは。でも最近もクジラ、おい、なぜかキャラ作ってんな、おい。栃木海ねえから辛かったでしょ。いや確かにないか、そこにしかいないから、違いますから。なんと一中の卒業生、はい、でこちらの卒業生で、しかも我々の1個上、そうです、1個上、そうなんですか。先輩1年の時2年で、はい、っていうことはタカちゃん知ってます、角田高見同級生。あ、同級生。分かんない、分かんない、分かんない、いとこです。先輩だけは分かんない、タカちゃんとこ、うちの母親は戦国病室の、分かんない、盛り上がってけど、盛り上がってけど、そうなんです。ちょっと待ってください、クジラ先生。これですね、無限大ホールみたいな。確かに確かに見てるな。吉本無限大ホール、無限大ホール、無限大ホール、無限大ホール。ここは何ていうんですか、ここ何する場所なんですか。一応週、まあ簡単な集会というか円形ステージって多分昔から多目的な感じでイベントみたいなことをやってたと、僕らは、僕中学校野球部だったんですけど、はい、背番号渡されるのここでした。野球部全員集められて、相撲部とかじゃないの。相撲部とかじゃない、そうですよね、力の大会とか、ね、力の大会が僕が登場してましたけどね。ここで力ダメージ、ここに足ぶっ刺してこうギリギリこう展開一部の場所ね。確かにそう見えますけど、ないですよね。先生たちが、どうも知ってる、知ってる先生いるんじゃないか、知ってる先生、どうも、こんにちは、こんにちは、先生はいないかな、いない先生がどん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 いないと思います。ここ、そう、他の息子、皆さん、ここが変わりました、だいぶすごい変わった。ちょっと待って、壁がありますから、壁が、どこがどう変わっちゃうんですか。ちょっと待って、ね、いやだいぶテンション上がってますけど、ここは何なんですか。これもなんか何ですかね、ここはもう全校集会したりとか、こんなとこで、あと雨の日はここ部活動がちょっとずつ使ってみんな運動したりとか、まあ、雨これどんどん使用量がね、そうなんですよ。そもそもなんですけど、こ全部横窓なかったんですよ。全部窓ないし、あ、もうあそこだけじゃなくて全抜けです。なかった、アメリカの刑務所みたいなやつ。それありますね、アメリカ。確かに、例えばアメリカ分かりますけど、監視しやすいように。そうそうそう、いい中学校っすね。改めて、いや、すごい、本当いい中学校ですよね。かっこいい、あんまり見ねえよ。ですよね、かっこいいっすよね。かっこいい、なにこれ、これ、ここです。ここ懐かしい。ここにも何が懐かしいんですか。いや、みんなどっちかっていうとこっち側が思い出の場所ですね。何ですかこれ、はい、もう要は、まあ、全校集会とかは、はいはい、
ここに生徒がバーッと並ぶわけです。体育館じゃないの、ここ、ね、体育館じゃない、体育館もあるんですけど、ここに基本並んで、はい、先生とかがこの辺立って、あめちゃめちゃ、広い。でも後ろの方とかかなり豆つぶみで、見えない、ほぼ見えないですよ、うん、での状態で、ここであの文化祭の時に僕らネタやったんですよ。芸歴ゼロ年の時かじゃん。バラバラのコンビだったんですか。バラ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 、はい、僕は和也はトリオでやって、はい、なんで名前だったの。いやちょっと待ってください、なんだっけ名前。中学の時ですもんね、やってね。拓也は5人組、5人組です。5人組、5人組です。名前は、名前が、イジリーオールスターズ。イジリーオールスターズ。一人イジリー岡田さんに似てる方がリーダーで、イジリーオールスターズ。5人組か。そうなんです。で、ここでやって、ここでやって、こっち生徒で、この上ステージにここでやって。なるほど。初舞台です。受けたんですよ。受けた。受けた。すごい。ここ相当並ぶんですよ、じゃあ後ろの方まで。そうそうですね。ちなみにイジリーオールスターズは どんな感じのネタかって覚えてますか。イジリーオールスターズはですね、はい、もうこう銀行強盗が起こった現場に、はい、レポーターが来てると。あ、もうちゃんとさ、結構コント。そうです、はい、コントだ、現場の、僕現場のレポーターだったんです、はいはい、こちら銀行強盗があった現場ですと、うん、そこに目指し帽をかぶった人が、はい、こうバッグを持ってきて、はいはいはい、その人にあの現場見ましたかってインタビューするっていう。あいつだよ。そうです、ね、そうです。あ、なるほど。そうです、はい、面白いやつ。5人組人だ。確かに確かに良さそうだな。今どこだ。2人スタジオの、キャスターやってた。複雑なコンテンツ。その2人は座ってるだけでした。それをここでやったの。めちゃくちゃ受けてるな。めちゃくちゃ受けてる。そういうのがきっかけでね、はいはい、来てますよ。よいしょ、どうも、ね、どうじゃ。何年生、何年生。2年かな。みんな何年生。あ、2年生2年生2年生だ。意外。あー、来た来た来た。ちょっと手が来ないでかい。先生、先生、先生、先生とか先生でしょ。先生ちなみにザタッチさんね、はい、ここの学校出身で知ってたわ。はい、知ってました。知ってる。いや、本当結構我々の母校ですよ、一瞬。うん、いい。ちなみにお父さん何歳ぐらい。お父さん今39です。39です。39、若い。若い。じゃあお父さんだもんね。ね、本当すごい。確かにこのぐらいの。僕は41なんで、はい、お父さんより。子供いてもこんぐらいの子供。すごい、すごいですね。それではザ・タッチさんです。お願いします。アジの開き。いい子、はい、いい子、ゆうたりだって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 、いい後輩ですね。伝統芸なら知れませんよ。ゆうちゃん、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 あるの、ゆうちゃん、あるの。もう違う、もう違う、いやいやいや、手が違う、手が違う、柔道部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 呼んで何すんだ。柔道部やって。お前もなんかネタやれよ。彼に押し付けんなよ。お前もなんかやれよ。なんだお前、なんだお前、なんだお前、なんだお前。柔道部どーれだ。わかるよ、わかる。どうも、海洋ありがとうございました。ありがとうございます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 。
楽屋を奪い合う仲が。いや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